ミヤさんという方です。座る瞑想で肩こりが気になってお腹に集中できない時があります。どうしたらよいでしょうか。肩こりっていうのはこれ生態的なね、体の構造の問題ですよ。だから私は肩こりしない生態の民族だからちょっとどうしもできないんです。肩こりはどの程度で気持ち悪いかね、たまたま寝違いとかもあるんだけどね、あれって相当悪いんですね。もう瞑想するところじゃない、自分がいることすら嫌になっちゃって、だからこれ寝違いしたぐらい喫水かどうかもわからないしね。だからその方はこのじわじわとこの肩こりはあるんだけど今は瞑想中だからねというふうに自分に言ってください。肩こりのことは後でもう、まあ、気にしますと。言ってこれはもうちょっと後回しにすることを楽しみていくださいだからこの肩こりの状況自分では分からないんだから、あまりもどうできない、あまりも肩こりが勝手にあれ痛みですね、から勝手に痛みあるいは硬い感じ膨らむ揺れが出てくると、そこをちょこちょこと実況して、でまた膨らむ縮みに行ったりする。だからお腹に集中しなさいという意味でもありませんから、瞑想はね、感覚は実況することだから、別にお腹に集中できなかったからといってどうったことはないんです。で肩こりに意識がアテンションが肩こりに行くならば、この場合もそこは多分アテンションなんです。でアテンションが肩こりに行ったらその感覚を実況する。そこでなんで膨らみ縮みになんとなく私たちは膨らみ縮みやりなさいと言ってるような誤解があるでしょ。その誤解が我々の喋り方なんですね。いつでも膨らみ縮みから話すんだから、だからこの何かに集中してほしいだけですよ。そう言っちゃうと瞑想で なんだこれって瞑想かいっていうよねということもありますから、一応膨らみ縮みにしているんです。で理由はあります。膨らみ縮みっていうのは気づいてみると結構変化がある世界なんです。膨らみ縮み世界なんです。かなりバラエティがあるんです。ですから結構時間瞑想できます。このバラエティだから変化いろいろあるんだから、そこからさっさと全て無常の世界現象ってそんなもんやっていうふうにもうどんどん瞑想進んでいくためにはすごくいい門なんです。入り口なんです。それから命っていうのは膨らみ縮みに成り立ってるでしょうね。細胞一個ででも一個の生命も膨らみ縮みやってるんです。だから40兆の細胞を持ってる我々も膨らみ縮みやってるんです。そういうところですから、そこは瞑想の入り口入門とかね、アクセスポイントにしています。じゃあ肩こり実況したら悪いけど悪くないんです。
問題は肩こりだけ見る実感にて実況中継するとそこでなんか変化それほど見づらい、膨らみ縮むほど見づらい。だって膨らみと縮まって全く違う感覚だからね。で痛みなどっていうのはこの同じ波を起こるだけなんですね。だから痛みの波をチェックするためのいくつかちょっと集中力が必要です。痛みっていうものないんですよ、波なんです。波っていうのは上がる下がる上がる下がるあります。この波の、この波長によって痛みの種類が変わるんです。この波長があまりにも小さくてすっごい波長が高いんだったらこの滑らかな波じゃなくてギザギザの波になるんですね。その場合は痒みなんです。だから痛みを我慢するくらい誰も痒み我慢しませんね。すぐ嗅ぐ。だから痛みにもいくつか種類がありますよ。だから痛みを作る波長の割合なんですね。そういうわけでこの、はい、日本の皆様はこれから座ってご自分の肩こりに集中して瞑想しましょうと説法できませんね。ですから膨らみ縮めてくださいと説法せなくちゃいけない。その方もそういうことで自由に座、いわゆるお腹にずっと集中できなかったからといって全然問題あります。とにかく実況だけ続けてください。肩こりは気になるときはそれを実況する。はい、以上です。はい、ありがとうございます。次の方も、まあ、今のお答えで大体答えていただいた感じしますけど、一応読みます。HRKT さん、自分で恥ずかしく思うのですが、お腹の膨らみ縮みが分かりにくいです。以前、長老がパティパダーで、お腹の膨らみ縮みが分からない場合は、無知が強いというようなお話をされていたので、なんとか感覚を捉えようと集中するのですが、微妙にしか感じません。私は慢性の鼻炎のため、鼻で呼吸がしにくく、口で呼吸をする時間が長いです。そういうわけで、このような状態でもお腹の膨らみ縮みが分かるようになるにはどうすればよろしいでしょうか、という。悩まないでございますよ。それは悩むほどのことじゃないでしょうね。慢性鼻炎の場合はね、それはまあ咳した病気だからね、あんた何か言ったら悩むはめになるんだから何か言えなくなっちゃった。慢性鼻炎になるのも初めからもう呼吸は正しくしなかったからなんです。赤ちゃんは正しく呼吸しますよ。力いっぱい泣いたりするでしょうね。泣くっていうか全身で泣く。これは結構まあいろいろ何回泣くとこの赤ちゃんちっちゃな子供を抱っこしたりするって映えるんだけど、時々このちっちゃなのを喋ったりする場合はこの足の指まで力なんだこいつって抱っこしてんだからね。こちら抱っこして私に喋ってるんです。喋るときはもう足の指まで力って、だから体力絞ったってことは抱っこしてるから感じるでしょうね。ですからこのちっちゃい時は正しくやってますよ。
それでなんとなく力抜けてちょっとなんか分からんだけど、怠けてよりもね、まあ、やりやすい方に行っちゃうでしょうかね。だからこのちょっと口で呼吸したりすると鼻がすぐ悪くなりますよ。鼻っていうのは生まれてから死ぬまで仕事をする臓器です。口ではないんです。そこはちょっと10分でも30分でもやめたら相当悪いんです。だってあの外のビールやらね、外のホコリやら、外の世界にフルオープンでしょ、このネーサルキャビティというやつは。だからかなり作業場なんです。これは停止しないで仕事をするように組み立てられているんです。だから人は思い寸分鼻で呼吸しなくちゃかんです。まあ歌ったり喋ったりする場合はあの一発でたくさん空気吸わなくちゃかんでしょ。その場合は口を使うんだけど、あとで調子が悪い、まあ私の時間喋ってるでしょ、口で呼吸してますよ。これの漬けは説法終わったら出てきます。いろんなところでいろんな調子悪いことが起きるんです。ただ1時間2時間ぐらいも口で呼吸したからなんです。ですからこのそういうことで思うので今更遅いんだからね、後の回しでなされたっていうのは慢性鼻炎になってるんだからね、まあしょうがないんですね。まあそのまま受け入れるしかないんです。それでこの方悩んでるのは膨らみ縮みがそれほどわからないっていうことなんですね。それどうしようかっていうことがわからないので、ちょっとヨガっぽく、ヨガみたいなちょっとした訓練に言いましょう。あのまず深呼吸しましょうね。それを鼻でやるんです。ずーっと吸ってギリギリまで吸って止める。これはヨガなんですけどね、仏教の瞑想じゃないんです。だからヨガから一部だけ全部カットします。それで吸っていっぱい吸って止める。止めて耐えられないところでゆっくり吐くんで、ハッと吐くんじゃない。口使っちゃうといきなり吐いちゃいますから、鼻でゆっくり吐く、吐いてまたブレーキストップ止めるんです。止めて、まあ、あまりすぐ我慢できなくなりますからね。それでまた鼻のあれ開けてまたゆっくり深呼吸する。下腹部までおへそのところ膨らむまで、その時背筋をのまっすぐないとできないんです。で背筋をまっすぐして吸うと胸を大きくなるんじゃなくて、この腹がおへそのあたりが膨らんでいるところで感じて吸うんです。でお腹ね、下腹部、そこを感じて吸うんです。
あの論理使いません、論理的には空気は肺にしか入りませんだけどね、でも肺に空気入るとあの横隔膜がちょっと下げなくちゃあかんね、下げるとそこを結構下げるんだったらかなり肺活量が大きくなります。それはこのプロの歌手たちは訓練するんです、すっごい肺活量があるようにと、でなきゃあの音を作れないんですよ音楽的に。でそういう訓練やってみてよ、10回、まあまあ5回、6回とかね、あの、で疲れますから、疲れたら休む、その時ちょっとリラックスして普通の呼吸にする、そういう訓練であのお腹のあたりの感覚が感じられるように脳があのプログラムを作るんです。ヨガではあの吸ってから呪文唱えながらゆっくり吐くんです。呪文がなければ何かハッハッとかアッアッなんか音を しながらいや吐くんだ、そうすると口で吐く音になります。鼻で吐く場合はあの唱える呪文はあのオウムだけなんです。あの口使わないでオウムということは唱えられます。で私はあのあれですね、あのヒンドゥー教じゃないんだからちょっとデモンストレーションできますけどやりたくはないんです。はい、そういうようなちょっとした運動、そしてヨガっぽいものをやってお腹の感覚を感じられるようにしてください。はい、以上です。はい、ありがとうございます。